実はとっても強いエネルギーを持ってる方なんです、はい、というのはこのマスカケですね、両手マスカケですね、はいはい、この1本手のひらを横切る線があるんですね。でかなり強いエネルギーの持ち主なので、なんていうのかな、こう自分のやりたいとかこうしたいって思ったことはもうそのすごいエネルギーで達成してるというか叶えることっていうのはできる人だと思うんですね。ただその目標とか目的が決まらないとちょっとこうなんていうのかな、なかなかこううまくいかないことがあるんだけれども、何かこうやりたいこと目標目的が決まればかなりすごい業績も達成することのできる人なんですね。